はいどうもこんにちは、ジェット大介です。じゃじゃーんライカユーザーのジェット大介でございます。こちら、ライカ Q2 というカメラなんですけどもね、特徴的なのは47メガピクセル、高解像度なんですね。高画素、高画素機なんですが、クロップしていって、撮れる。28mm 単焦点レンズなんですよ。単焦点レンズですよ。しかないんです。単焦点レンズしかないんだけど、 3 5ミリ相当、5 0ミリ相当、7 5ミリ相当にクロップして撮ることができる。なぜなら、高画素、高解像度の機種だからですよ。高画素センサーを積んでるから、クロップしてっても、それなりの画素数は保っていると。まあそういうカメラですね。ライカの、まあビジョンって言うんですか。 そういうものを垣間見せてくれるね、素晴らしいカメラです。で、この度ですね、ライカ京都店の方で、えー、ちょっとイベントがありまして、ライカスペシャルトークイベントというのがありまして、ライカカメラ社レンズ開発責任者が語るライカレンズの魅力、えー、ピーターカルベさんという方ですね。カルベさんで日本、日本人ではありませんよ、カルベさんだけど。<laughs> ドイツの方ですかね。えー、この方が、えー、レンズ開発責任者ということでね、お話しされておりました。どんな話かと言いますと、SL? ライカ、SL というカメラがありますけどもね、それ用の L マウントレンズ。今ね、シグマ FP。 すごい話題ですよね。L マウントのカメラ。えー、それからパナソニックの方でもね、S1 シリーズ、S1H なんてね、シネマカメラが出てきておりますけどもね、えー。そういった L マウントアライアンスが採用しております、L マウントのレンズ。ライカ大元ですよね。ライカ SL がフルサイズミラーレス、L マウントのフルサイズミラーレスとしては初の、世界初のものですけども、そのレンズの魅力について、ピーター・カルベ氏が 語っていらっしゃったとなんでこのタイミングで SL なのかと僕は M マウントユーザーなので SL の話はあんま興味ないんだけどなって思ってたんだけどおそらくまあ噂サイト噂情報サイトで流れている通りもうそろそろ SL の新型が出てくるってことなんでしょうねだからわざわざドイツから来日されてこういうお話をされるとあのちょっと面白かったのはですね レンズのボケの立ち上がり。今回話してたのは F2 のレンズです。F2 のアポズミクロンというレンズですね。当然 F1.4 の方が明るくてね、ボケもね、わっとするんだろうけども、なんで F2 なのかってお話をされてたんですよ。まあ、簡単に想像できるのは F1.4 だと大きくなっちゃう。ね、レンズ大きくなっちゃう。ちっちゃくするんだから F2 がいいよ。 っってなったらしいんですけども、ね、その代わりこうボケがねこう,こうボケが離れていくにしたかってボケがこういくんじゃなくてドンっていう立ち上がりらしいのね <laughs> 使ったことないから分かんないけどもねスライドで説明してくれた中ではこう,こういうボケじゃなくてドンっていくような感じでおっしゃってたんでねまあこれ正しく皆さんに伝えてられるかどうかは分かりませんけどもね伝えられてるかどうかは分かりませんけども。 なんかそんなお話だっただから F1.4 じゃなくても F2 でも来るからいいボケなんだよとまあそれが一つで次がですねすっごい面白かったんですけどもあの絞り皆さんね絞りってどうですかね解放じゃなくて1段ぐらい絞るとシャキッと 映るよみたいな話はね、昔からね、っていうか昔はね、よく聞いたと思いますけども、最近は逆にね、あのー、レビュー記事なんか読んでてもね、開放からシャープにみたいなね、書き方が多くなってきましたが、面白いのはですね、ライカーレンズの責任者、言い切ってしまいました。解放が一番性能を発揮してると。<laughs> これはね、L マウントじゃなくてもね、 あの、ま、おそらくこのライカ Q2 もそうだし、えー、従来のね、人気の M マウント、M マウントレンズも、えー、開放から発揮してると思います。ということで、絞って使うよりも開放の方がね、まあ、被写界深度は浅くなりますけども、性能的には開放の方がいいらしくって、このピーターカルベさんがおっしゃってたのは、カメラの絞った時、グッと絞った時、 ここにアラートを出してほしいと。本当に絞りますかっていうアラートを出してくださいって。それぐらいね、あのー、開放での性能にはすごく自信を持ってらっしゃいましたね。で、えー、一番気になったのがですね、気になったというか、まあ一番注目したいなと思ったのがやっぱりですね、この、ライカ Q2 のクロップ性能みたいなことをお話しされてたんですよ。まあレンズがね、レンズをそもそも、 どれぐらいのレゾリューションに対応させるのかレンズの解像度レンズの解像度どん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 上げてってどうするつもりなんだと。それはね、高解像度になってく。ね、センサーが高画素になってく。からね、やっぱりレンズもね、解像度上げてくと。ね。レンズの解像度上げてくセンサーは高画素にしていく。なんで、なんで高画素なのと。一つの答えがやっぱりこういうカメラですよね。 これはクロップして撮ることができる。全体28ミリなんだけど、35ミリ相当、50ミリ相当、で、75ミリ相当。75ミリ相当まで相当小さくね、1型センサー並みのサイズまでクロップされてるんだけど、それでもそれなりの画素数は保ってると。高画素っていうのはそういうことができるという話をね、作例を見せながらね、お話しされてました。えー、シャッと、即射性を、 活かして速射性速射速射速射ね、こういう 28mm なんかの広いレンズで即射ピッピッ。ルーズに入ってるね、即射。<laughs> ルーズピ今だ今だ結構ルーズになっちゃうよね。この、ライカという会社はね、歴史の、歴史的瞬間を収めてきた会社ですよね。歴史的瞬間を撮るためのカメラをたくさん作ってきたというか、えー、ライカのカメラで、 歴史的な瞬間がたくさん取られてると、まあ、即写性に重きを置いてるそこに重点を置いてるからではないかなということは想像できますけども、まあ、やっぱりレンズ開発者からもそのそういう言葉が出てくるとにかくパッと撮るこの瞬間を逃さないね瞬間を逃すと逃さないではもう構図がどうだとかピントがどうだとかそういうことどうでもいいこの瞬間が入ってないと ありかなしかで言ったらもう0か100かみたいなねそういうことになっちゃうんでとにかく瞬間を収めるで高画素で撮ってるから後で構図を作っちゃえばいいんだよってなるわけですよ一冊僕ねああそうだここに手元に持ってこなかった本を持ってるんですけどもアンリー・カルティエ・ブレッソンのスクラップブックというものがありましてアンリー・カルティエ・ブレッソンこの決定的瞬間 決定、ね、的瞬間のあの写真実はトリミングなんですよ <laughs> 実はトリミングされてるんですよそのトリミング前のが載ってる本があるんです、えー、この動画の下の概要欄に書いておきますけども、えー、スクラップブックというね本がありますんでねまあ興味ある方はね是非それも見ていただければなと思いますけどもね、まあ、とにかくねあのー、よく分かってるなと よく分かってるなって僕が褒めることでもないかもしれないけどもあのやっぱり未来をちゃんと想像してるなっていう気はしますよね。高画素機高画素のセンサーで単焦点レンズでクロップ速写性みたいなねビジョンがある明確なビジョンがあるっていうのはやっぱりねすごいあのなん,なんていうんですか人生をかけるわけじゃないけどさやっぱりカメラってさ多大な出費だからさ 人生かかってくる部分ってちょっとあるじゃないですか。ねえ、そういう時にね、信頼できるっていうのはね、すごくいいかなとは思います。はい、それでこの話はここでおしまい。で、ちょっと告知をさせてください。えー、今週の土曜日ですね、土曜日に特別スペシャル動画を公開したいと思います。えー、とある人気有名モデルさんにご登場いただいて、えー、ポートレートを撮るわけですが、皆さんポートレート撮ってらっしゃいますか え何もね、あのー、女の子にお金払って、えー、おじさんが取るっていう、そういうことだけじゃなくてですね、まあ、ご家族、例えば奥さんとか、お子さんとか、ご兄弟とか、ね、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんを取る、えー、大切な友人とか、えー、大切な上司、大切な先生とかね、尊敬する人たちとか、そういった方々をね、上手に人物撮影をできたらね、いいなぁとは思いますね。で、よく言われるのが、 関係性が映る。被写体とカメラマンの関係性が映る。写真に映るの本当にえ。被写体の中身が映る。心が映る。モデルさんの心が映るんです。っていう方がいらっしゃいます。本当ですか <laughs> 本当ですかそれを確かめる術は何があるでしょうアンドロイドアンドロイドは撮れるのでしょうかアンドロイドは電気カメラの夢を見るか 今週土曜公開です。そういうタイトルではない。<laughs> そういうタイトルはつけてないです。はい。でも、アンドロイド、撮れるかどうか。僕自身やってみて、挑戦してみて、すっごい勉強になったんですよ。モデルさんの話をいろいろ聞いてね。なので、ぜひね、えー、家族を撮ってらしたり、まあ、女の子でもいいよ。女の子も撮ってらしたりとか、えー、そういった方々、皆さんにはね、ぜひご覧いただければなと思います。それでは。